皆さんこんにちは、こんばんは、ザマスナオトです。今回は打天使エルギオスやってきました。で、今回に関してはフルオートでやってきました。で、その際のパーティー構成が大神官2枚のゴッド&魔剣士で、この魔剣士が魔法の魔剣士ですね。で、装備構成大神官ストロスの杖を装備させています。で、終盤焼けつく息で麻痺になってしまう可能性があるんで、この回帰の癒しを使えるようにしてます。で、防具は回復防具で、もう一人がニッキューロッドで回復防具で、ゴッド&が銀河の剣で、竜戦士の兜で上下ですね。で、魔剣士、これがね、今回は魔法の魔剣士なんで、ウロボロスの杖を装備させてます。で、あとはメラとかが上がる防具ですね。メラヒャドですね。で、魔剣士の心構成がイズラエル、ギルギッシュ、ネルゲル、フレイザード。メラとヒャド属性ダメージをイズラエルとフレイザードで取って、で、ギルギッシュで全属耐性を取って、で、ネルゲルで HP を高めにしてます。で、あとはヒャドの神事にしてます。で、炎氷の融合が、メラが、57ですね。で、ヒャドも57ですね。なんでぴったりなんで、まあ、暴走率がね、結構期待できると思います。で、ゴッド&、ゴッド&がトロルキング、ハヌマン、欲望の魔人覚醒の、ブレアですね。とりあえず会心と耐久力を高めにしてます。で、欲望の魔人覚醒に関しては斬撃耐技耐性が取れるのと、ブレアでメラ耐性が取れます。で、大神官、立夏と、指導、ギルギッシュ、スーパー天竺。で、もう一人が、セラフィー、主様、指導をスーパー天竺にしてます。で、心堂が、アンコール以外左ですかね。で、もう一人が、まあ、いつもと同じようにアンコールで左にして、最後だけ右かな。で、ゴッド、今気づきました。ゴッド&心堂装備させてませんでした。そうね、やってる時に、終盤 MP がちょっと MP 不足になったんですけど、これのせいでしたね。うん、今気づきました。心堂を装備させてませんでした。確かに火力がちょっと弱いなってちょっと思ってたんですけど、心堂を一個も装備させてませんでした。だからこれを装備すればもっとオートが安定したかもしれないですね。で、魔剣士。魔剣士は、魔力覚醒と力を左にしてるんですけど、これ全部右でいいですね。全部右寄せでいいかもしれないです。で、こんな感じでやっていきたいと思います。それでは、打天使エルギオスやっていきます。今回に関しては、フルオートでやっていきます。で、最初のパーティー構成で言ったと思うんですけど、ゴッドハンドの心堂が装備されてませんでした。なんで、心堂を全部装備していれば、もっと火力と、時間的にも早く到達することができたと思います。で、本当はね、ゴッド&の子魔剣士にしたかったんですけど、どうしても最初のこの連打がね、これが痛いんで、なんで魔剣士はやめました。本当は魔剣士2枚、物理と魔法の魔剣士2枚の方がもっと火力は出るんですけど、どうしてもね、やっぱゴッド&の方が、まあ、ゴッドガードとかそういうので大事な場面で防いでくれる可能性があるんで、そう考えるとやっぱゴッド&の方がいいのかなって感じでゴッド&にしました。メドローはやっぱ強いよね。だ、うまく因果がいっぱい乗ってくれれば
メドローアの火力がどんどん上がるんで、これがね、やっぱね、いいですよね、やっぱ。魔剣士の場合はやっぱ物理でも魔法でもどっちでもやっぱ強いんで、だから魔剣士はやっぱ外せないですよね。で、今回はこのカイストロスの杖の回帰の癒し、これを使えるようにします。やっぱ終盤焼けつく息で麻痺にかかってしまうと、まあ、全滅の恐れがあるんで、まあ少しでもね、麻痺もしなったとしても解除できるようにストロスの杖を装備させてます。で、この眠りもね、厄介なんですよね。ただまあこのセラフィーの EQ ロッドがあるんで、これで眠りも解除できるんで、これも結構でかいですよね。で、回帰の癒しでも300以上回復できるんで、十分回復武器としても使えます。このイカズチはそうでもないんですよね。ゴゴイルもなんともないんですけど、やっぱ焼けつく息と、焼けつく息はめんどくさいかな、眠りか、あと眠りもめんどくさいかな。特にオートでやる際はめんどくさい。だから悩んだのがストロスの杖とエンジェルロッドですね。エンジェルロッドも魅了がたまに入るんで、どっちがいいのかなって考えて、でやっぱりオートでやるにはやっぱストロスの杖の方が、いいんじゃないかなと思ってストロスの杖にしました。手動でやる際はまあ道具使ったりもできるんで、まあエンジェルロッドでいいかなと思うんですよね。特に物理でやる場合は剣の演武とかで攻撃を更新、全員の攻撃を更新したりできるので、まあエンジェルロッドの方が、まあ、使いやすいかなって思います。16000、十分火力出てます。強いね、メドロはやっぱりまだまだ強い。で、やっぱ心臓を装備してないのが響いて、このゴッドアンドの MP がね、かなり減りが早いんですよね。いや、心臓を装備してれば本当にもっと火力も出たし、もっと早く討伐できたんですよね。ちょっと確認不足でした。メドローは強い。まあ本当にこれですね、これが焼けつく息、これでまあ麻痺になってしまったんで、ゴッタンの できればやっぱそのストロスの杖を持ってる大神官を早めに動けるように素早さを調整した方がいいかもしれないですね。このゴッタンのが素早さ早く動いちゃったんで、なんで一旦無駄になってるんですよね、このゴッタンで。ここでオートだったんで、HP の減りが微妙だったんで、濃い意味はやっちゃったんですよね。で、今の回帰の癒しやってれば、このターンでもうゴッドアンドが麻痺を解除できてたんで、まあ、これはオートでやってるからしょうがないってしょうがないんですけど、ここで2ターン無駄にしてるんですよね、ゴッドアンド。ようやくこれ解除できるやん。18000、強いね、やっぱインガが乗ってる、相当強い。あとはまあ暴走もね、もっと乗ってくれれば、大魔導士のローブ下とか上ですか、あそこら辺を装備されてればもっと暴走がね出やすくなると思うんですけど、ただ今度そうするとメラーの
火力が下がって炎症の融合のバランスが悪くなっちゃうんで、まあ、そこもね結構悩んだんですけど、まあこんな感じのね装備しました。耐久力が一番大事なんで、次全滅してしまったら終わりなんで、これ1万、まあね心で装備したらもっと火力出たんだけどね。ナイス暴走で12000。魔剣士2枚のメドローは2枚もやってみたんですけど、やっぱダメでした。どうしてもきついですね。うん、2人メドローはかなりきつかったです。私の番だね。それでオートでやろうとしたんで、まあそれは絶望的だったんだなと思って。まあ守り人とかが成長してくればもっと変わるかもしれないですね。守り人が成長してくればそのオートでの討伐っていうのは、もっと安定するかもしれないですね。ここら辺もう HP が少ないんですけど、ここら辺からきついんですよね。手順も特にもう見てわかると思うんですけど、ゴタンドと魔剣士の MP が超減ってしまって、もうかなり厳しい状態になってなんで、まあねさっき言ってたようにゴッドアンドの心道を装備してれば、もっと違った、もっと早く倒してきたんじゃないかなと思います。でここで最後の覇王が4500、弱すぎ、全然火力出てない。でここでメラノマになっちゃったんですよね。もう MP なくて、でもここもう終わるっていう状況なんで、でインガが上がっていきます。で回し蹴りやってます。私の番だね。これで決まり。でここで回帰のイエス。でここでメラゾーマ、ラストメラゾーマで討伐しました。なんとかフロートで討伐できました。で心は D ランクで、今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録の方もお願いします。